はい、久保です。今日は昔学生に、ちょっと簡単な、Python のモチベーションにするための、スライドを作ってたのが見つかったんで、軽く、雑談をしてみたいと思います。タイトルは「ミッキーマウスに会うために」ってやつで、何かっていうと、Python を使うといろんなことができるよという、一個の例ですね。で、これ何かっていうと、要は、うちの娘がディズニーランドに行きたいっていうんで、どうせ行くならなるべく効率的にやりたいと。で、プログラムを使うとどうやって効率的に回れるだろうと。攻略本なしに。っていうのを考えて、まず、いつの、どういう日に行ったらいいだろうっていうのがまず最初に決めたいと。なるべく空いてる日に行きたいと。で、そのための情報として、ホテルの予約の具合っていうのを見ると、ホテルの予約があんまりされてない日っていうのは、当然、価格が、安くなってる。安めに設定されてるはずだと。安めに設定されてる日は、多分空いてる日に違いないというので、楽天 API っていうのがあって、簡単にデータがスクレーピングって言って持ってこれます。で、行きたい、場所、テーマパークからは半径何キロメートル以内にあるホテルというので検索をして、それの、この先100日ぐらい、の、価格というのをスクレーピングして持ってきました。で、それによって、安く設定されてる。だから客があんまり、来そうにないという日が、わかるわけ。で、行く日を決めると。で、次は、どういうふうにアトラクションを回ったらいいのか。っていうのは、これ、各、アトラクションごとの待ち時間っていうのが、過去何年か分ぐらい、当時、どっかに置いてありました。今は違法かもしれません。そいつをまたスクレーピングって真似をしていきます。スクレーピングってのは、要は、ウェブに落っこってるのを Python 自動的に持ってくる。という操作で、ビューティフルソープっていうのを使うと、簡単にできる。これ1個の、例の、アトラクションの、開始時刻から、8時から10時 PM までの、待ち時間っていうのが見える。15分おきぐらいかな。っていうと、波があるんですね。波がある。で、色は確か曜日とか、いろいろ化けてたような気がするんですけど、忘れました。で、これ4つに分かれてるの、曜日かな。で、色がまた、覚えてないや。そういう統計でね、ちゃんと取ってきて、可視化をしてみて、で、結構飛び抜けて、待ち時間が長い、200分なんていうのもあるんですね。で、よく攻略本見ると、このアトラクションは朝一に並ぶのがおすすめですとかって、嘘が書いてあって、朝一に並ぶと、多分その攻略本を信じてみんな言ってるんでしょうね。非常に混むと。そうでない。割と空いてる時間帯っていうのも、ポツポツとある。そういうのをちゃんと調べて、で、15分刻みの各アトラクションいっぱいありますよね。それぞれに対して、そこに行くと何分待つのというのをちゃんと計算をしておくと。予測をしておくと。行きたい日に合わせてね。行きたい日は何曜日かというのに合わせると大体予想もつくと。で、当然予測をするんですね。で、いろんな、いわゆる特徴ベクトルと。日はこれ月火水木金土かな。で、月、何月、雨が降ったかどうか。これ雨は、雨情報もまたスクレーピングしてくればいい。特別日なんてのもあると。で、クリスマスが効いてるかどうか。これバースデーっていうのはさっきの、キャラクターの誕生日はめちゃくちゃ混むんで、あとものすごい暑い日とものすごい寒い日なんていうのは、ある敷地以上、敷地以下だとフラグ立てました。それぞれの係数というのを計算して、どれが効いてるのと。意外とクリスマスって関係ないですねとかね。そういうのが分かる。予測をしました。で、平均待ち時間というのを上が予測値で、下が、誤差かな。今だともっと機械学習とかね、ディープラーニングとか使って、もっと正確な予測ができるんでしょうけど、当時は簡単に最適化使って予測しちゃいました。で、それによってさっきのアトラクションを、の待ち時間を予測した。ある日。ある日のやつでやると、青が、
予測値ですね、予測値。で、その日の実際の値っていうのが、この、グリーンって書いてある。まあまあ、当たってると。だから、この辺に行くと割と空いてる。まあ、これは、しばらく間際に行っても空いてるんだけど、それだとつまらないんで、この辺に行けばいいっていうのがわかります。で、この辺までは、機械学習なんで、あんまり面白くはない。データを持ってきて予測をすると。まあ、誰にでもできると。で、こっからが、最適化ですね。最適化のプログラムを作りました。要は巡回路問題ですね。巡回路問題っていうと巡回セールスマンで、そういうプログラム持ってるんで、で、全てのアトラクションを、というか、なるべくたくさん回りたい。ね、で、全ての点を回るんじゃなくて、なるべく各地点、各このアトラクションに与えた、賞金、プライズっていうんですけどね。これは娘にどれがいいって。どこ行きたいって言ってアンケートを取ると、それぞれプライズが出てくる。プライズコレクティングトラベリングセールスマンプログラムと、なるべくたくさん賞金を収集してくるような巡回路問題で、まあ、同じアトラクション2回行くってもあるんですけど、とりあえず1回にして、解きました。で、何時にどこに行って、これやプロフィットってありますね。プロフィットが合計を最大にしたい、で、それに待ち時間っていうのもある。あと移動時間っていうのもある。移動時間っていうのは地図があるんで、こいつもスクレーピングしてきて、ここからここに移動するには何分かかるっていうのは大体わかる。で、さらにややこしいのは、ファストパスとかってあるんですね。ファストパスを発券する時刻も決まっていて、それを取ってると待ち時間が減ると。それも、ファストパス持ってる場合の、待ち時間と、持ってない場合の待ち時間っていうのがあるんで、取るべきか取らないべきかという2択がある。で、こういうのは、まあ、要はヒューリスティックスでいいんですね。ヒューリスティックス。一番簡単なのは、まあ、貪欲回ベースで、それだと同じ答えでできちゃうんで、ランダム性を入れて、まあ、大した数のアトラクションがない。で、ランダム性を入れて、で、出てきた答えをちょっと改善する。確かグラスプっていう、グリーディーランドマイズドアダプティブサーチプロシージャーってね、レセンデさんが昔提案した、すごい簡単なメタヒューリスティックを使って、ちょこっと計算したところ、まあ、こんな感じ。8時11分にここ行って、ここ行って、ここ行って、9時46分にこれ行って帰ってくると27アトラクション。まあ、よくこの、テーマパークのプロが何アトラクションを制覇したとかね、空いてる日に行くといっぱい回れますよとかいうのも出てるんですけど、まあ、27だとまあまあ多い方かなと。まあ、こういう真似が Python を使って多少アナリティクスを知っているとできるよというので、確か Python の授業の最初のモチベーションとしてね、勉強するとこういう場合もできるよっていうのを説明した記憶があります。はい、では。